はい、おはようございます。サイバーの最後の授業でございます。昨日はね、家を出たら、すぐに幸運の、見たら幸運になると言われている、ちょっと金蛇を目撃したんですね。まあ、サイバーの人にも久しく蛇は見てないっていう話だったんですけど、なぜかちょっと幸運になるって言われて、結構ラッキーかなと思って、初めはね、トカゲかなと思ってて、で、トカゲ同士がなんか共食いしてる感じだったんですけど、後で写真を見てみたら、どう見ても一匹はトカゲじゃなくて、ヘビみたいな感じで、まあ、カナヘビ自体トカゲかなんですけど、まあでも、カナヘビを見て、トカゲを捕食しているという、シーンに目撃されました。まあ、ちょっと、まあ、幸運なのかどうか、ちょっとポジティブに自分は、捉えていこうと思います。はい。まあ、カナヘビはキングアップっていうことで、結構ね、そういうカナヘビ神社みたいなのもあったりして、地方の方に。そういうのも、結構、いいイメージが持ってたと思ったんですけどね。なんか捕食中ということで、いけないものを見てしまったのかわかりませんが。まあ、ポジティブに捉えていこうと思います。はい。じゃあ、今日も元気に3秒。さやまちゃでいつもハッピー、第二のふるさと札